ベースニンジャ TV、本日のゲストは、私がもうそうですね、もうここ最近、ここ数年ですね、もう2ヶ月に一っぐらいのかなりの配ーえお世話になっております、<laughs> 大阪、新世界、残され島の中峰翔さん、今日ゲスト来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中峰翔です。ははいで翔さんはあの 残され島の、まあ、マスターというか、店長でもあるんですけども、あのー、シンガーソングライターでもありまして、ね最近だとあれの映画の挿入曲というか、もう映画,、はい、映画、もうあれ見たら本当、なんかもう映画の一つの役にであるかのようなありがとうございます位置づけでね、もうがっつりもうコンセプトのちなんか一つ、一翼に担っているような感じで、あのそんな映画、あれ、なんて映画ですか。 あれは自転車で地球を6周して分かったこと、とというタイトルでです自転車で地球を6周して分かったこと、えー、松本秀樹さんという方が出演されている、ね、そうですね。小楠健二監督が、あのーまあ、制作されているやつですけど、はい、これにあの挿入曲というのが3曲ですかね。そうですね、厳密には4曲なんですけれども、はい、あのメインで使われているのが3曲で、はいはい、それでエンドロールにもねがってきてね。 はい、あのエンドロールにはショーさんも出てきてね、ショーさんも出てきて、ね、ちょっとグッときましたけどです、ね、うん、あ嬉しいです、はい、本当に嬉しいです、影朗さんにそうおっしゃっていただけると。あのーまあ、歌詞もしみてくるけど、やっぱりあれですね、うん、エンドロールのところで流れてる曲、最初の方でも、ね、歌われてる曲だけど、やっぱりいろいろストーリーを拝見、エピソードを拝見して、で最後に全部収束していくときにあの、あの歌詞とともにもう一回こう上がってくると。 やっぱりちょっとなんかあれですね来ましたねグッドねありがたいですはいはいあのー、自転車で地球を録集して分かったことあの今でもねあの全国各地であの上映されてると思うのであのね気になった方はあの検索をぜひぜひはい見ていただきたいなと思うんですけどもあのー、まあ、自主映画というか単館でやっているのであの全国で何箇所もやるわけじゃなくてねあの施が決まってたあの シーズンが決まっててね、この日、この日って決まってて、えー、やっているので、えー、近くに来た際にはぜひよろしくお願いいたします。お願いいしますはい、それであの、まあね、初めての方もいらっしゃると思うので、ちょっと手短に残され島まうとの,の関係についてお話をしようと思うんですがあの、私が、もうあれはだから、そうですね、2000年代半ばぐらいですかね。多分そうだと思います。すね、私があの沖縄の,、はい、あの那覇のゲストハウス、柏屋というところで。うん ライブがあったんですね。そしたらちょうどこの残され島の先代初代ですね。はい初代の,あの店長でマスターご夫妻が別件で大阪来られてあ沖縄来られててそれで,でその柏屋という,いうゲストハウスにふらっと立ち寄ってライブを見ていったんですねそしたらすごく気に入ってくださってで あのー、私たち、普段大阪にいるんですとおっしゃってたんですああ、そうですか、どうも、あの道中お疲れ様ですってお別れしたんですが、もうその後大阪行ったら、もうその場所が北だろうが南だろうが、足しげくいただいてですね、<laughs> うわそんな、ね、強烈に告知とかしてるわけでもないのに見つけていただいて、うわ恐縮だと思いながら、もうまあ、いろいろ来ていただいて。はい で2か所目か3か所目ぐらい見に来ていただいたときに、ポロっと、いや、実はあの私たちもあのお店やってまして、はいあの、よろしかったらぜひ一度演奏に来ていただきたいんですけどとおっしゃっていただいて、でつきましてはあの宿もあの私たちやってるんで、<laughs> もう演奏していただいた際には泊まっていただけたらっておっしゃってて、で、それがここだったんですね。それであの その宿の方、宿の場所はね、場所自体があの宿はすごいとても綺れないな宿だったんだけど、あの宿自体が西成にありますって言われて、うんうん、で、私、大阪はもう本当にずっとライブ、1998年ぐらいからずっと毎年年数回ライブ来てましたけど、まあ、正直、西成は立ち寄ったことがなく <laughs>、はい、で、若手のミュージシャンもやっぱりホテルで安い宿って検索すると、新今宮近辺いっぱい出てくるから、はい、あの若いライブミュージシャンとかがあの辺に泊まって、 泊まってってていうエピソードをいろいろ話してて、ああ、そういうのができたんだ、なるほどね、でも多分自分はあのひょっとしたらあまり縁がないかもしれないみたいな感じで違うでしょ <laughs>、はい、っていうふうに思ったんですねあの。エピソードばっかり先に入ってくるんですよね。あの道に迷って道をあのおばさんに聞いたら500円ちょうだいって言われたとか、はい、<あの> <laughs> いろんなエピソードばっかり入ってきて、うん、でこあの、残されちまうねあのね、初代の。 ガンジーさんとノコさんにあの宿を西成の方でっておっしゃっていただいて、で、泊めていただいて、もう、まあ、宿は本当、すこぶる綺麗で、とても綺麗な場所ですてきな場所だったんですけども、あのー、やっぱりね、そこに行くまでですよね、<laughs> そこに行くまで、あとは、ノコされ島はあの通天閣の真下なんだけど、そこでライブをして、はい、そこに行くまでの帰り道とか、はい、うん、で、あのー、道をうっかり間違えて、とっても漆黒臭いとこがあったりとかしたときに。<laughs> 私が昔過ごしてた、あの、ニューヨークのマンハッタンのある場所とか、ヨーロッパのある場所とかの、ちょっと推し国際感じを思い出して、ほう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 。日本で言うとここなんだな、みたいな感じで、なるほど、勝手に思い込んじゃってね、はい。で、帰り道なんか、結構ちょっと緊張して帰ってなんかしてたんで、そうだったんですね。でも慣れてくると、全然そんなことないなっていう、はい。全然そんなことないわって、多分すごく急速によくなってるっていうかね、綺麗になってて、バックパッカーも多いし、はい。 そういう宿になってきてるんだろうなと思いながら、まだ何度かあの年に1回とか2年に1回とかのペースでお世話になっていたら、えー、と中身ね翔さん、その時スタッフで来てたんでしたっけね僕は、えーっとね、その時はもう引き継ぎの話があって、修行中だったか、はい、もう、はい、だったかと思います。確<か>じゃあもうすでにカウンターには立ってて、そうですね、うん。なるほど、じゃあ、あ,のあれですかね。 えとガンジーさんとノコさんがいつもいたわけではなくて片方どちらかがいらっしゃったりとかいた時になんかそうですねノコさんが基本マスターであのずっとカウンターにいてて、はい、でガンジーさんは手伝いっていう、はい、あの立ち位置だったんですけど、はい、合間にあの外を走りに行ったりちょっと銭湯に行ったりいろんな面白い役回りを、はいはい、されててカゲロウさんの話もあの よよく聞いてたんですよ、はい、あのガンジーさんがもともとベースプレーヤーで昔バンドをやってて、はいえー、で今も今沢ろうのファンでって、あのー、聞いてた中である時に沖縄の柏屋さんも多分オーナーさんがお友達なんですけどついにあのかげろうさんのライブを見ることができてっていうエピソードからのさっきの話の話流れになりますねあ,あの方あれなんですね。 あのお知り合いなんですね、柏確か、ひろしさんだったかな。は,ね、はい。で、ひろしさんも残され島に来てくださったこともあって、ああ、そうですか。はい、のこさんたちは本当にもう友人、知人が全国、世界各地に行っててそ、ねうん、そうですよね、今、そういう流れでした。うん、はい。そうそう、それで、あのー、ね、舞鶴の方とかにもセットに行した時にも、舞鶴、はい、で私が演奏すると、必ず見に来てくれて、はい。あのー 早く帰らないとちょっとなんかイノシシかなんかが出るから帰りますかなんかいろんなそういう、はい、なんか面白いエピソードをあの,の見残して帰っていくんですけど、はいはい、それでもそのね遠方から来てくれて、うん、それでこう見てくれている中で多分そこでカウンター越しで多分またシさんと会ったと思うんですねその時にね。そうですね、うん、でその頃はど,どっちかというとやっぱりあのー、まあガンジーさんとかノコさんとかとこう 密に連絡を取り合ってお父、うん、さんはあの手伝っていただいてるといかこれから、はい、あのこれから何かをされるという感じでいらっしゃってるというイメージだったんで、はい、あので私の印象だとあのなんかすごく若い方すごく若い方でなんかでも志があって。 あのこれからなんかいろんなことをしていてでも今でも創作活動しているっていう,いう方なんだろうなと私が全国いろいろ回ってる中で時々あのあの出会う感じのこれからいろんなことをやろうと思ってるんです、うん、的な若い方っていうようなあのまさにですねはいで途中からあの、まあ、大阪を貫地さんとかノコさんが離れられたのかな,なんかそうですねで残され島をどうするかって話になった時に 最初はあの違う店長の方がっていうことで、残され島に私たちちょっといなくなるんでっていうことになったので、ああ、じゃあもうちょっと短い付き合いだったか、あの、お世話になったけど、もうライブできないのかなっていうふうに思ってたんですね。で、その後の店長として、えっ、ー、と、翔さんが入られて、で、入ったけど、最初、店長になったばっかりの時はあれですよね、なんかいろいろなことがあって、なかなかライブができなかったのかな。 いいろろありましたね最初にそうなんです引き継いで3年やった後に、はい、あのに3代目の人にお願いしようってなったタイミングが今の2016年なんですけど残され島が10周年を迎えた時に1回新しくもっと生まれ変わったらっていうので残さんガンジーさんの友人で僕もお世話になってた方に3代目をお願いして、はい、でその方がちょっと、まあ、事情があって一月半ぐらいで。 うん、できないっていう話になってしまって、うんうん、でも、の子さんが、ね、そのわどうしようってなったときに、ちょっと翔クもう一回やってくれれへんっていうので、<ー>で今に至るっていうところですね、あまあ、私にとっては本当そのその人事はとてもありがたい人事だったんですけど、いやもう本当に本当にな<ー>くなる寸前でした、はい、だから、それで言ったらば2016年とか17年とかですよね、そうなんですよ。はい、じゃあそれ、それからか、からそれからです、今<っ>、はい、こうやって。ってはいね そう,ね、そうですね。特にこの三年ぐらいそうですね。まあコロナ禍でね、若干ちょっとあの二、はい、ヶ月ほどね、あのそれでも四ヶ月たった四ヶ月ですからね。はい。二千二十年の三月に最後のライブをそうですね。<で>最後で、でそこから一切外でライブはできなくなったけど、はい。一切ライブできなかった後のその後の明けの最初のライブを残す。そうす本当にありがたい話で。はい。はい。 そうなんですよででなんでこんな風になってしまったのかっていうのは、まあ、正直こういうことって、あんまり理由は説明できないです、はいうん。もうきも本当、理由は説明できない、なんかもう引き寄せられてる的な感じなので、うもうこればっかりはもう、なんか、翔さんがなんか好きだからとか、相性が合うからとか、なんかそういう、なんかわざわざ言語化するのもなんか遠い感じがするし、うんはい、うん、もう今やってることがすべて真実みたいな、そうですねもしか言いようがない。 全然、あのー、人に説なんかちゃんとすぶね言葉で説明でき,てもできなくて、申し訳ないと思いつつ、でも別にする <laughs> <laughs> 必要もないし、神楽、はいうん、さん、よく残され島いってますね、うん、もうそうとしか言わないっていう。はい,はいだからそんなふうになって、今年二2022年ですから、もう4年半とか5年とかそ,そうですね,ですねはいはい あのー、で、やっぱり当然私の印象も変わってきて、あの、翔さんたちの印象も変わってきて、まあ、やっぱり結構ね、あのー、会うたびに深い話するから、だからね、ね、それぞれの進展もあるし、はい、うん。という中でですね、やっぱり翔さんもいろんな人と出会えるな、出会われる中で、なんか、 いや実はこの人もすごく面白くてとかこの人も実はすごくてっていう話を伺っている中にやっぱりその、ね、先ほど言った映画の,あの、ま、そうですねおっしゃってなんかじあの人類における、ね、なんとかっていうねこの、まあ、人類代表じゃないけどそう、はいう形で活躍されている方っていう,いうことで、まあ、何人か名前を挙げていただいている中で、はいあのね、松本さん、名前を出たりとかして、うん、ああそ,うかそこまで言ってる人ってどういう人なんだろう。 っていう感じだったんですけど、まあやっぱり映画見てね、さすがだなと思ってです、ね、さすがというか、なんていうか、うん、あ、これはちょっとすごいわ、みたいなね、感じでしたね。はい、それで、あの、私、まあ、日一応、Days in t h TV なんで、あのはい、あ私がホーストで、翔さん、ゲストなんですけども、あのー、私が、あのー、 そ翔さんのいろんなこうキャ,リキャリアっていうか、もうそういうのを本当は、まあ、引き出す立場ではあるので、あのいろいろきあの聞きたいところなんですけど、やっぱり周りの人のいろんな印象を聞いてるとね、翔さんにと印象を聞いてると。あのー まあそそれこさ慶長の天才じゃないけどあの慶長の天才っていうねいう人もねあのいたしね、まあ、違う対談番組見てたら、ねうん、あの慶長の天才って言われてましたけどああのまあ、もちろんバーテンダーってこともあってそのねいろいろな人の話を聞くのがすごくあの得意だ上手だっていうのもあるしあとそうですねなんか前にも増して本当いろんななんか哲学的な表現をすごくするようになってて<ー>印象があって。はい あとはあれですよね、あのやっぱりその先ほどの映画でもそうですけど、やっぱシンガーソングライターとしての側面っていうのを聞くこともあるあるのねやっぱあるので。 そうですねルーツとかちょっとじゃあ伺います伺ってよろしいですかあそういうのを聞いていただけるんですねな、はい、ソングライターの,あのど,どんな感じでギター初めて歌い始めたかとかそうですね僕はもともとバンドでドラムを叩いてたんですけれどもでそのバンドは活動しなくなってしまって、はい、でボーカルの子が一人で弾き語りを始めて、はい でその時に僕はドラムで一人になって今からどうしていこうっていうのをあのかなり悩んだ時期があるんですけれども、はい、でその時にちょうど僕は和歌山出身なんですが大阪に引っ越してきまして、うん、で引っ越してきた場所がその西成なんですよおじゃああそうか和歌山でバーすド,ラマでドラマでやってて、はい、バンドがかい、まあ、解散してというかギターのメインの人が弾き語り始めたので っていうタイミングで大阪にやってきて大阪にやってきてで西成で暮らしてでさっき影朗さんもおっしゃってたように、はい、西成っていうのはもう本当にイメージが先行してて、はい、エピソードにあふれててとにかくまあどんなところなんだって。はい ああんんまり行きたくないいっていうのがあるんですけれども僕親だけ賛成成しててくれて西成で暮らすことにあ,<ー>あとみんなもう住んだこととかはないけどちょっとやめときやみたいな話も多くてただ行ったことない人が言ってるしなと思うので西成に来てまあいろんなその人々の人生だったりとか一概にそのホームレスって言ってももう皆さんすごいいろんな事情があって。はい いらっっしゃってて路上生活者さんってまあ呼んでるんですけど、はい、とかっていうのが一つ心にずしんできたのがあって、はい、であとまたその最初に社会人生活を過ごしたのが大学なんですけれども大学の,あの助手として働いた経験があってそこでまた大きなあの裁判になったり夕方のニュースで取り上げられるような労働問題に発展したのを、はい、もう一番中心で経験したっていうのもあって。はいはいはい でそこからあの東北の震災があったりちょっとインドを旅したりっていうのですごくその人間のこととか社会のこととか政治経済のことを自分なりに結構深く考えたことが時期が続きまして、はい、でそれをもう歌に転化してはいっていうのがまあルーツといえばルーツですかね。 じゃあギターを弾くっていうよりもなんかこう歌詞ができてそうですねんもう本当に最初にフォークソングとかが好きだった影響もあって、はい、何でも歌っていいんだっていうのは実感として湧いてきたので、はい、とにかくはい言葉にしてフォークはどの辺が好きだったんですか僕は最初は友部正人さんとか はい、吉田拓郎さんも好きなんですけど、はい、そうもうちょっと何て言うんでしょうねあのポップな感じもするけど詞に深みがあるというかなんかすごい悲しさとか寂しさとかっていうのが奥にあるような中島みゆきもまあ好きなんですけどはい、はい、とかもうあの辺の、えっと、70年代とかの高校一応あらかたいろいろ聞いて、はい、それでとにかく、はい、路上に出てみたいなところから始まりましたね。 あのボブディランとかはい<の>聞いてました外国のシンガライターさんぐらいたぶん聞いてたんです聞いてましたね、うん、そうですねやっぱりなんかまず歌詞が来るっていうような歌い回しですもんね聞いてるとねそうですねやっぱりメインは制作、うん、ですねさっきのあの映画のことも触れていただいたんですがあの使ってる歌も映画用に使っ作った歌でもなくてうん もともと自分の中で作ってた歌をたまたま映画に取り入れていただいてるんですけれどもルーツといったらあとはその幼少期に、まあ、和歌山田舎なので、はいはい、そういう時の自然環境とか兼業農家なんですけれどもそういう畑で過ごした時間とか、うん、田んぼの,あのちょっと手をつけた時のぬかるみとか、はいはい、川の流れとか風の、えー、っと吹き方とか葉っぱの揺れ方太陽の沈み方全部そういうのが多分ルーツになってると思います。 うんなるほどギターは、前から普通に触ってたんですかギターは最初はあの鉄弦の普通のアコースティックギターを弾いてて、はいで、とにかくピックを使って大きな音を鳴らす、とにかく汗をかくみたいな弾き方だったんですけれども、はい、31歳ぐらい、4、5年前に友人が、あのーはい、ガットギターを貸してくれた経緯がありまして、はい、その時からちょっと指で弾くことを始めて。 今はもうほとんど指引きですねでも柔らかい音をどっちかといったら出してるようになってきましたあのね映画もねやっぱその印象がすごい強くてあ、はい。柔らかい弦でよかったなっていう感じです<あ>なんかあの柔らかい弦がねあの都市の描写にしみる感じがあってわあしい。し、はい もう本当にあのちょっと裏話なんですけど、小楠、はい、さんも急にあの監督のご覧になってる皆様、あの今、映画監督の小楠さんという方がいらっしゃるんですけれども、はい、急に連絡来て、映画にちょっと歌を歌いたいから音源を送ってくれみたいなので、パッと来るの、もう何日後みたいなんで。 なので、歌ってほしいから音源送ってくれって,って、もう使いたいからちょっと音源を送ってくれみたいなんで、はいはい、でも慌ててそのパッと iPhone で撮ったりとか、マイクでもパパって撮ったやつをそのまま使ってもらってるんですよ。あ、そうなんですか。実は。 へなのでよく聞くと、あのー、今影朗さんがおっしゃっていただいた最初のメインテーマの「無意」っていう歌があるんですが、はい、あれも「残され慢の,あのいつも影朗さんが演奏してくださってるステージのところで、はい、普通に iPhone で撮ったんじゃなかったかな。なのでよく聞いたら、はい、いいところで外を通りかかった人が。 はい、自転車のチリンチリンっていうのを鳴らしてるのとかそのまま入っててそのタイミングも絶妙なんですがももうそういうそいいエアーってでで一番ああれすすよね、はい、すよねねはみるとこりま正直はい街の空気感とか音とかもやっぱり取り入れたかったのでそういうのもしかしたら映画にちょっと載ってるかもしれないです、はい、うんいや私はもうとにかく、まあ、もちろんね比較してるわけじゃないけどガットギターねあの やっぱり鉄源で、あのピックでじゃーんじゃなくてうん、あっちだったっていうのにつきますね、もう冒頭の、ね。嬉しいです でちょっと強く押さえると、なんかチューニングがちょっと上がっちゃったりするぐらいの感じの柔らかさじゃないですか。<laughs> で、あれが逆にいいんですよね、<laughs> とってもねあよかった、よかった。多分影かげろうさん、絶対音感をお持ちなんで、多分よく聞かれたら、耳障りな音とかいろいろあると思うんですけど耳。耳障りとは思わなかったですね、なんか、心です含めて息吹だなっていう、ね。 ありがとうございます結構そういうなんかその映像のノイズつなぎ目とかノイズ的な部分って当然やっぱりドキュメンタリーだからエピソードとしていろいろ切り張りしてるから絶対出てくるじゃないですかでもそういうなんかズレがピタッとこうはまり込んだから素晴らしいとかっていうものでもないのでそれも含めてのなんかねな、まあのいい意味のなまりみたいなものがあるから。はい なまりも含めて楽しむっていう良さがあるなと思ったんですよね。あ、もうさすがの評価。うん、ありがとうございます。はい、あの、まだ小楠監督にも感想を言わないうちに、ここで言ってしまってるんですん、ね。いや、もう。めちゃくちゃ嬉しいです。まあ、小楠監督、この後、これを見ると思うんで、まあ、まあ、いいか。はい。うん、いや、もう、本当に。嬉しいです、はいうん。はい。ちょっと、ごめんなさいね。どう,どうぞ、どうぞ。なるほど、なるほど。 うん、あと4分で1回あと3分で1回止めようかなはい2分後先生結構前半はあのー、まあなれ初め的な話が慣れ初め的な、えー、はい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 二部はいはいうい、ね、はい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 いろい 聞いいてみたここととかそうですねこれご覧になっている皆さんも多分聞きたいこととかいろいろあると思いますし僕が代わりに聞けたらいいんですけどちょっと個人的な質問もそんな感じであのうまあ本当に翔さんとは最近よく話しているので全然もうこれもシリ,ーズシリーズ化していいぐらいの感じだなと思うからあのまあベースン TV はもう24時間続くんでこれから。本当にすすごいですね、はい <laughs> もうそういうことに決めたので3がえ,ーはい、えと8月の18かな8月の18からはいの0時から、はい、もう0時からもうずっとそうなんだよ本当にすごい、はい、先ほどはどうだったら先ほどはちょうどなんかルクセンブルクかなんかのライブをライブを<ー>見,見せてなかった限定やとゲーム、うん、その次みたいな感じで今これやったんですこれも、はいあの終わったらすぐ編集してこうもう今日今日まもなく公開するはいはいということでベースんじゃ tb ずっと続いてますけどもはいではえー。 二部構成なんで後半はね、はい、じゃあ、あの翔さんの方からもし質問などあれば聞きつつ、でも私もやっぱり翔さんにもいろいろ聞きたいことがあるので、まあ、そのキャッチボールをね、あのはい、時間に限りありますが、はい、それやってみたいなと思います。